光月城を落とした毛利軍では軍議が開かれた。光月城を落としましたゆえ引き上げましょう。三木城はどうする？援軍に行きたいのは山々ですが、そこまでの余力はありませぬ。三木城へは兵糧搬入などの支援をすればよいかと。わかった。では引き上げよう。毛利軍は撤退していった。我が子信忠よ、三木城を囲む羽柴秀吉の支援に行け。支援ですか？私が指揮官となるのではなく、今の私は家督を譲っていただいたため織田家の当主なのですが。そうじゃが、今は家督を譲られたばかりで右も左もわかるまい。経験を積む良い機会となろうから、秀吉にいろいろと教えてもらうがよかろう。明智や丹羽、滝川、谷なども支援に行かせるでの。しっかりと経験を積め。はっ。織田信長は、嫡男の信忠を、明智、丹羽、滝川、谷などの諸将と共に、秀吉の支援に向かわせた。困ったのー。援軍が来るのは良いが、信忠様が来られると、信忠様の指揮下に入ることになるのー。下手をすると、有馬攻略の功績が、信忠様のものともなりかねぬ。それだけは避けなければ。これは信忠様、よくぞ来られました。うん、父上の命で支援に来た。今、支援と申されましたか？うむ、支援じゃ。父上は秀吉殿にいろいろと教えてもらえ、と仰せられたでの。では、ここの指揮権は誰か？建前上は私であろうが、教えてもらう立場じゃからの、実質的には秀吉殿がされるがよい。これまで通りの。私には逐一報告をしてもらうことで勉強させてもらおう。めんどくさいと思うかもしれぬが、よろしく頼む。とんでもありませぬ。この秀吉、仰せのままに逐一ご説明させていただきまする。うむ、よろしく頼む。では信忠様と来られた諸将方の指揮については、無論秀吉殿の命に従って動いてもらう実質的な指揮官は秀吉殿じゃからの。どのように諸将を使うのか見させてもらおう。それでよかろうの物物語。はっ、信忠様の仰せのままに。なんたること、秀吉の命令を聞かねばならぬとは。やったー、ここの指揮権を得られた上に諸将にも命令することができるとは。ただ無理強いはならぬぞ。我慢できぬ命令ならば当然拒否することもできよう。秀吉殿は諸将の上司ではないからの。その時は私が判決を下そう。それはそうですな。さすがに強制はできぬか。が、まあよい、指揮権は得られたからの。では、今の現状を説明して後、諸将へ指示を出しまする。まず、現状ですが、三木城の本城は、この秀吉軍が取り囲んでいますが、あまたの市場と連携しており、そこから兵糧が運び込まれ、なかなか本城を落とすことはできませなんだ。されば、信忠様方の支援部隊は、この市場を落としていっていただきたい。ふむ、わかった。
誰がどの市場を攻めるかは後で別途個別に指示を出しますれば、それに従っていただきたい。承知。秀吉の命を受けるとは屈辱じゃ。気持ちいい。これまで上司だった人たちに命令するというのは。では失礼いたします。何用かの秀吉殿。よくぞおいでくだされた。谷殿には三木城の出丸を攻めてほしいのじゃが。ここを通して兵糧が搬入されているようなのでな。お断りいたす。わしは貴殿の配下ではないからの。貴殿の命令に従う必要はないはずじゃ。ほう、谷殿ともあろうお方が出丸一つ落とせぬと言われるか。落とせぬなどとは言っておらぬ。貴殿の命令に従う気はないと言っておるのじゃ。落とせるのならば別に我が命と考える必要もなかろう。さっさと落として貴公の武功にすればよい。我が命に従えぬというのは言い訳に聞こえるがの。なんと、それがしを苦労するか。苦労などしておらぬ。落とせるのならば落とされよと申しておるだけじゃ。おやめくだされ。お味方同士で争って何といたしまする。谷殿は秀吉様の配下ではありませぬゆえ無理強いはできませぬ。強いてとなれば信忠様の許可を得る必要がありましょうぞ。うむ、そうじゃの。すまなんだ。この通りじゃ。では、無縁。くそー、秀吉め。思い出すたびに腹が立つ。このわしが出丸一つ落とすことができぬじゃと。では、落としてみせよう。そして、秀吉を見返してやるのじゃ。者ども、出陣。谷守義は、三木城の出丸を攻撃した。壮絶な戦いの末に討ち死にした。なんと、欲しい人物を亡くしてしまった。たとえ意外であろうとも、もう一度谷殿に会いたいと。その日再び谷守義の陣を訪れたのだとか。今回この谷守義にまつわるお話を紹介させていただいたのは、織田軍の命令系統に異様な事態が起きていたと感じたからです。というのは、通常であれば信忠が全ての指揮を取るべきところを秀吉が取っているからです。この時の信忠は信長から家督を相続し、名目上とはいえ織田家の当主です。秀吉が戦っていた戦場であったとしても、信忠が来れば指揮権は当然信忠が握るはずです。秀吉は、信忠の家臣の一人に過ぎず、信忠、信長、配下の谷守義に命令することなどできません。ですが、今回紹介したお話のように、断られましたが、信忠の配下の武将に命令まがいのことをしています。これは、全体の指揮権を、信忠ではなく、秀吉が持っていたことを意味していそうです。実際に、
この三木城の戦いの総大将を、秀吉としている資料しかうつ主は見ていません。信忠がいるにもかかわらずです。これは、信忠が若くて、当主になったばかりだからなのでしょうが、極めて異様です。これには、信長の意向が強く働いていたと思います。つまり、信忠には支援をさせるだけにして、戦の指揮は、これまで同様、秀吉にさせるという指示を出したと考えます。そうでなければ、信忠が指揮官とならなかった理由がわかりません。そして、この異様な人事体制が、別所長治や次回に紹介する、荒木村重の裏切りに関係したのではないかと、うつ主は思いました。というのは、別所長治や荒木村重は、信長の上洛早々に信長に臣従していて、かなりの地位にいた人物たちです。彼らにとって秀吉は、信長配下の武将の一人に過ぎず、名前すら知らなかった可能性すらあったと思われます。そんな人物が、いきなり上役の中国方面軍司令官となり、様々な命令をしてきたのです。これを快く思わなかった可能性は高いでしょう。秀吉が播磨に侵攻したこの時期に、別所長治や荒木村重が裏切ったのは、この信長の異様な人事への不満だったのではと思いました。そして、明智光秀も、信忠と共に、この三木城の戦いへの支援に来ています。ということは、秀吉の傘下として扱われた可能性がありそうです。この扱いをどう思ったでしょう？おそらくですが、心よくは感じてなかったと思います。そして、本能寺の変は、この時と同様に、秀吉の支援に行けと言われた時に起きました。これは、どういうことでしょう？偶然の一致でしょうか？これに関するうつ主の考えは、本能寺の変の時の考察編で述べさせていただきます。